はい、佐久間です。宮先生です。今日はですね、バンコクスクビット23のですね、マルキュー伊藤さんに、来ました。焼肉好きの佐久間としましてはですね、これサノッチのご紹介なんですけど、行きましょう。行きましょう。お腹空いたよ。腹減った。佐久間チャンネル見た人の、はい、それではですね、今回伊藤さん、はい、いいところふんだんに紹介します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。11月1日にオープンしたばかりなんですけど、まあ、こだわりの一つとしては、はい、冷凍肉は一切使わない、まあ、分かりやすく言うと新鮮なお肉っていうことですか。一度も凍らしてないないっていうことですよね。それ味変わるんですか。全然違います。全然違います。ああ、楽しみ。タイの焼肉屋さんは結構フローズンが多いんですよ。フローズンって言うんですね、はい、冷凍肉ですね。ですね、まあ、ちょっと当たり前に使われてるので、やっぱりそうじゃないよっていうのを出したくてタイに出しました。ただ、はい、本来冷蔵肉も冷凍肉も値段は一緒なんですよ、はいはい、冷凍だから安いっていうのはないです。創業は昭和11年おらおら、めっちゃ新鮮。満を持して、じゃあもうバンコクに。で、北海道ではないんですけど、はい、まあ、近江牛が、日本最大和牛、近江、松坂、神戸っていうのが三大和牛なんですけど、その中で一番歴史が古いのが近江牛。日本の和牛の始まり、認定店舗っていうのもあるんですけど、国内では100何十あるんですけど、海外ではうち含めて2店舗で、あら、でも世界でいうと122店舗ぐらいあるんですよね。そうです、そうです。それのうちの、でも、それいいじゃん。それいいよ。世界2店舗なんですから。海外では2店舗。そうか、そう。だから難しいですね、基準がね、やっぱり。あったよね。ちょっとそう言ってましたよ、伊藤さん。考えとして、焼肉っていうのは肉だけでいいというわけじゃないんですよ。おえで、やっぱりタレとのマッチングであったり、サイドメニューの重要性っていうのを知っていただきたい。よく知ってますね、さすが。ないです。11年からやったから。一度来ていただければ分かると思います、違いは。そうですね。ここに来たらこれを食べてくれっていうのを、はい、ベスト3とかちょっと出してもらえると分かりやすいですよね。全然考えてなかったです。海が一番のもちろん売りです、はい、この値段なんですけど、おそらく日本で食べるより安いはずです。近江牛って食べれるところも日本でも少ないと思うので、1人前2500円から3000円はしてくるとは思うので、タンはすごくおすすめです。タンももちろんフローズンではないので、はいはい、食べたお客さんはえって結構言います。タンもう4種類あるんですよ。この中でどれが特におすすめなんですか。それは特上タンです。こっちも特上タンですか。特選和牛タンが650バーツで、特上タンが490バーツなんですよ、はい、これはもう完全な品種の問題ですね。タンだったらまずスタンダードに言うと特上、はい、ない場合もあります。なるほど、早めに来た方がいいですよ。そうですね。ここからサイドメニューなんですけど、まずキムチ、はい、これ全部手作りです。フローズンの方がします。これフローズンしちゃったらもうめちゃめちゃ食べられない。こだわってますね、やっぱり野菜だから。やっぱりこだわってるわ。私のおすすめはですね、はい、これ多分見たことないと思います、はい、サーモンキムチ、はい、これサーモンはさすがにフローズンじゃないですか。これね、フローズンです。フローズンかい。これ正直に日本では食べられないし、ユッケレバ刺し、僕がもう大好きなのは千枚刺し。あー、美味しいですね。で、これはおそらく他では絶対食べられないです。食べたらびっくりすると思います。これは特殊な調理をしてる、これ言えないんですよ。ちょっと後で台所の方行ってみましょう。いや、バレちゃう。じゃあやっぱりでも今社長さんいるときに僕は聞いておきたいんですよ、はい、佐久間チャンネル見た人の得点をもらいたい。あ付
けがましい僕のリスナーさんで、はい、サクマチャンネル見てきましたってなった時に何か、はい、もしサービスがあるのか、じゃ あのうちはやっぱり近江牛というものを売りにしてるので、はい、近江牛の上カルビ一組一皿530バーツですね。あらあらあらすごい。いや本当あのこれは食べてもらわなきゃわかんないの。なるほど。普通の焼肉からしたら530バーツって結構なお値なんじゃないですか。そうですね、一皿としては。でも食べてもらえれば分かってもらえる。なるほど。バンコク住んでる僕のリスナー結構いますからね。はい、もうすぐこれしてますよ。だってスプーンビット23ですよ。1日何回行って。いや、往復してる。お茶だけじゃダメだぞ。10回ぐらいこう、これだけ食べる。ダメだよ。それはちょっと逆らない。年内からだったらこの肉だけど、それ以降は肉変わるよっていうことはあり得るかもしれないですよね。でもその時には何、近江の何かしらをということで、はい、あのご理解いただければなと。ないっすよ。いいですね、このチャンネルは。ないっすよ。こちらキムチの盛り合わせ、はい、7種でしたっけ社長。はい。でこちらがサーモンキムチ、はい、でケジャン。これも形がいいですね。これサーモンキムチ、はい、見てみたいなと思います。なるほど、キムチの味がつけられてるってことなんですね。生だけどフローズンだよこれ。うん、美味しいよね、はい。味がしっかりしてるんですよ。これだけで食いたいっていう人がいるのは分かる気がする。これ一人一個いけるよ。全然いける。いや俺これ絶対頼む。これいくらでしたっけ？290。食感がすごいし、ほうほう、あれめっちゃうまい。普通は1000枚噛み切れないんですよ。うん、トロ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 。もうそのうちもう独自で食べてますよ、これ。カメラで。わあ、めちゃくちゃうまい。で、これね、全部そうなんだけど、辛いんだけど旨味があるんですよ。辛いんだけど旨味があるんですよ。牧場タン、すごい。何これ。すげー。これ見てもらったら、もう多分あの普段出てくるタンとちょっと違うと思うんですよ。あと見て分かったのが、僕の分は焼いてくれないんですよ。いいタンは焼いても。にうわあんまり良くないタンは焼きすぎちゃうと噛み切れなくなる。あ、生のタンっていうのは、うん、本当にミディアムウェルぐらいいっても硬くないし、うん、あのサクサクって食感になるので、うんうん、あんまりレアだとグニュグニュしちゃう。はいはい、逆に、うん、結構レア気味の方がいい肉って、うん、って思うじゃないですか。って思います。思った。いい肉はいっぱい焼いても大丈夫です。みんなこれ多分誤解してる人多いと思いますね。うんうんうん、うわあいいなあ。これ焼きたいですね、これぐらい。いただきます。おお、笑ってる笑ってる。もう宮ちゃんも笑ってる笑ってる。サロッチもちょっと笑ってる。幸せです。あ、美味しいです。こう超えてます。あ、来ましたよ。店長さんが絞ってまでくれるんですね、この店。そうです。どうぞ。すごいね、肉厚なのに。あ、でも僕がイメージしてるより焼きますね。いや、もうこれ見てください、はい、これが焼き上がりのポイント。グツグツ。これだとまだ早いです。なるほどなるほど。これ揉んであるんですね、タレで。これが9割お、つけだれ1割っていうバランスなんですよ。でこれをそのままもみだれ味付いてるんだけど、はい、このままじゃなくてつけだれにつけてもらって初めて100になる。なるほど。なかなかまた笑顔だな。やっぱ笑顔になるんですね、美味しいもん。うわすごい笑顔っていうか、もう痛い顔しますね。すごい美味しい。噛まなくていいのかなこれ。焼肉あるあるで、一回こう焼いてしばらく食べないって冷めちゃうじゃないですか。もう一回焼いてダメなんですか。なんですけど、これ山わさびって言って、これ北海道にしか自生してないわさびなんですよ。あ、この油のつけ方とかって何かあるんですか。いや、もう要はあの赤身の肉は一応これ引いといた方が、食うから油が出ないので、ないから。焼肉詳しくなるな、この焼肉分。焼肉ちゃうんだよ。このまんま。はい、それで食べてください。何
香りいいですよね。香りが素敵。大丈夫だよ、皆さんこれ絶対いける。今わさび食べられない。辛くない。辛くないんじゃないの。ツンくるけど。美味しそう。タイ人の人がユッケジャンとこれ2個頼んで、これ辛い方が好きだと思うからユッケジャンかなと思ったら、みんなこっちが好き。こっち美味しい。これうまっ。ランチご飯とこれ食べる。それもやろうと思ってる。ランチはいや、まだなんですけど、蒸し焼きから変えようと思ってるんで、このこれやばい。このコムタンのとご飯とキムチとサラダのランチ。とユッケジャンのランチ、それとビビンバと冷麺のこの4つの焼かないランチをやろうか。これやばいね。これやばい。もうなくなっちゃいましたね。食べたもんね。もう綺麗なね。いやいいよ。本当に今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。皆さんバンコクに住まれてる方も多分見てくださってると思うんですけど、位置情報というかマップもこのように はい、どこかに載ってます、はい、今画面上載ってるので、あのスクビット23、そして今スタッフさんに聞いたんですけど、パーキングもあるそうです、はい、日本語が通じます。で、常時日本人の方もいらっしゃる、はい、旅行者の人もね、タイ料理嫌いな人もいるんですよ、はい、安心安全の肉はここにあります。あのお肉のもし良さとかを聞いても多分分かりますよね、はい、社長がいなくても、はい、なので来てください。僕通います、ね、うん、美味しい肉屋見つけました。やった回食べてもらえれば、そうですね、分かっていただけると思います。そうですね、だから僕が嘘じゃないかっていうのは来てもらったら絶対分かると思います、うん、肉のうんちくを持ってる人も来てほしいですね、逆に。あ、わかる。覆る。社長と対決しましょう。そうですね。喧嘩じゃないよ。美味しさを追求するための談義でやってほしいね。談義してほしいですね。うん、焼肉奉行さんと着方とか学びに来てもいいかもしれないですね。いや、僕、肉の常識結構変わりました、ね。変わりましたね。タレが同じなのに肉がこんだけ違う理由もすごく分かったし、それを肉がまず美味しいから、さらにそれ浸ってくるし。ここに来たからね、ちょっとスキルアップしました、ね、肉力が上がったと思います、ね、私がいるときはなるべく喋ります。あら、嬉しい。タイミングがいい方はね、会えたらいいですね。会えたらいいですね。だから佐久間チャンネル見ました、社長とかって言ったらね、多分あの焼いてくれたりなんかお話ししてくれるんじゃないかなと思うので、あと特典ももらえますからね。そうです、佐久間チャンネル見ましたってタイにいるときに結構来るので、はい、多分会えるかもしれません、はい、個室にいると思いますけど、佐久間さんに佐久間チャンネル見ましたって言ってください。いやいやいや、ありがとうございます。違うものでまたまたもらいますね、佐久間さんから。ではないか、場所の詳細とかは説明欄の方に綺麗に書いておきますので、はい、金曜日だけは満席になるんですよ、お早めの予約を。できれば金曜日ずらしてもらった方が、うん、今はまだすんなり。なるほど、行けますので、そのうち介護レッスンにも参加しちゃう。勉強中なんです。肉に関する対応。焼きすぎたくない。チルドですね。また出ました、チルド。チルド、冷蔵庫はチルド。皆さんやってください。フローズマなんですか。フローズマ。これが答えちゃった。美味しいよね。あ、うまさが来る。もう一人で食べてましたよ。あなたね、回ってないところで食べてるぐらい。食べされないように。めんどくさいって言っちゃった。いや、ごめんなさいって言ったんですか。ごめんなさいって言った。いや、めんどくさいって聞こえない。すれてるな。これ、まかないで出ることありますか。こんなの働きたい。大臣行列ます。働かせば。金もらってこんな美味しい肉食べて。まあ意地悪ですね、僕。意地悪でしてさ、はい、評価を得ようとしてるでしょ。いや鈴本人形で、どう。いや、全然一番ちっちゃい部分しかくれなかったんで。言ってるコメントが小さい。コメントがちっちゃい。コメントがちっちゃい。心がちっちゃいから、こういうちっちゃい肉しか回ってこない。味がダメ。